ありがとう。そして岡田孝明、赤ちゃん。じゃあね、いや、よかった。すごい焚き火もあるし、この曲のコンセプトにもぴったりなこの場所。浩二くんありがとう。ナッティ最高。じゃあ今朝ね、曲ができました。こういう日だからなのかどうなのかわかんないんだけど、なんかあったんだと思います。最近僕ね、結婚しまして、そう、新妻がね、朝食をね、作ってくれてる、その最中にギターをこう、今日のこのステージのことをなんか思い浮かべながらギターを弾いてたら、曲ができて、そしたらさあ、ご飯を食べようと思って食卓に行った時、もう朝食とは思えないぐらいの豪勢な朝食ができてまして、だからその曲をね、ちょっと歌いたいなと思うんですけど、だけどちょっと歌詞をね、全然まだ覚えてないので、新妻のエナにページをめくってもらいたいと思います。紹介します。新妻エナ。この振りで。じゃあやってみます。歩く人、死ぬ間際は令和に行きたい。
川巡ると知っておきんさい、おいさぼれても恋をしんさい、よぼよぼ同士で手をつなぎんさい、君といたいと忘れずにいんさい、愛が全てと疑わず生きんさい、信じることが愛だと知りんさい、経験して味わいんさい、心を尽くして味わいきんさい、全ては必然と気づいてきんさい。またやりんさい、うまくいくイメージ守り抜きんさい、嫁さんは褒めて伸ばしたりんさい、失敗は責め渡ったりんさい、大切なことは諦めんこと、やらかしてもうても笑い飛ばせい、でも目をかけたら謝らにゃいかんで、思い通りにはそりゃいかん、死にたくなっても死にりゃせんで、生き続けとってもいずれ死にんさい、巡り巡らにゃのは回らん、投げ出しとっても世は止まらん、泣きたくなったらこの胸で泣きんさい、涙が枯れたら空見上げんさい、泣きたくなったらその胸が震災、月がそれ見て笑っとりんさる。コーヒー一杯飲んでいきんさい、そこへちょっとだけ座っていきんさい、年寄りの話を聞いていきんさい、忙しくせんと休んでいきんさい、泣ける音楽聴いてきんさい、体動かしてほぐしてきんさい、この旅の人生楽しんでいきんさい、やったりんさいやったりんさい、やるだけやって精一杯、やったりんさいやったりんさい、そうすりゃ明日が見えてくる、そうすりゃ明日が見えてくる、そうすりゃ明日が見えてくる、ちっぽけな誇りは捨てていきんさい、しがらみ抜き去ってバカになりんさい、かしこまらず笑い合いんさい、グラス合わせてほら乾杯、手足動かし踊っていきんさい、涙隠して笑って泣きんさい、踊りゃー踊りゃーうまくいきんさい、あなたがいるからこそ問題ない、あなたがいれば問題ない、感謝があれば問題ない、愛こそあれば問題ない、抱きしめ合えれば問題ない、きっと明日はうまくいく、僕らの明日はうまくいく、きっと明日はうまくいく、きっと明日はうまくいく、今を楽しむ力、力、力、つかみんさい。ありがとう。今日できました。今日できた感すごい出てたでしょ。ね、今日でき。